はい、こんばんは。おなじみの鶏もも肉の唐揚げをしたいと思います。はい、通常はね、私これ味付けはね、この焼肉通りにんにく醤油味という焼肉のタレを使ってますけどね、はい、これプラス生にんにくと生生姜と、醤油を足してね、味をつけたいと思います。はい、それじゃあね、ダイショーさんのね、商品ですが、おなじみなんです。これだけでもね、美味しくできるんですけどね、はい、ここはもうちょっとね、ニンニクですね、はい、生生姜、そして醤油ですね、はい、これを入れます。はい、これでよく揉み込みますね。鶏の唐揚げはね、各お店でもね、いろいろな味がありますよね。まあとりあえずね、簡単にできるのが一番いいですからね。はい、このままね、ちょっとしばらく置いておきます。はい、それじゃあまた後ほどね。はい、どうも。ね、2時間ぐらいこう焼肉のタレに漬け込んでおきましたね。はい、ね、柔らかくなってます。はい、それじゃね、片栗粉をまぶしますね。唐揚げもね、何回食べても飽きません。まあこうやってね、簡単にね、焼肉のタレを使うとね、美味しい味付けができますのでね。だんだん、音がね、パチパチと高音になってきましたね。
はい、それではね、いただきたいと思います。千切りキャベツにね、まあドレッシングちょっとかけましょうか。そしてね、まずこのまんまね、食べます。グーですよ、ほんま。うまいな。ほいやね、鶏から揚げマヨネーズね、これね、マヨネーズつけて、うまいよ、ほんま。ね、鶏の唐揚げのこれポン酢ですよ、ポン酢ね。これもいけるんじゃないの？うまいよ、ほんまに。それではもう一つ味変にしてね、マヨネーズと七味、これね、これいっちゃいますよ。申し分ないです、今日もね、満足な簡単調理できました。どうも、それじゃね、ありがとうございました。